茨城県ひたちなか市、勝田駅から阿字ヶ浦駅を走るひたちなか海浜鉄道。この路線には昭和時代を思い出させる貴重な車両が今も現役で活躍しています。その車両はキハ20-522。港線ではキハ205として所属しています。キハ20系は1957年から1966年にかけ、国鉄線の普通列車用として1126両が製造された気動車。軽量構造の車体を採用することで従来の車両より車体を大型化し、輸送力を強化しています。ひたちなか海浜鉄道のキハ205は、キハ20系のうち、エンジン1台を搭載して車体両側に運転台を設けたキハ20-522として1965年に製造されました。ボックスシートのテーブルには栓抜きが当時のまま備え付けられています。飲み物は瓶が主流であったことが車内設備からも感じ取ることができます。エアコンは後付けであったり、トイレが撤去されていたりしますが、車内はほぼ原型の姿を残しています。1966年までに、系列合計で1126両が製造され、日本各地で広く使用されました。JR ではキハ20系、キハ52型が2010年まで活躍していました。購買区間用の一般型気動車で、キハ20型の2機、エンジン搭載していました。国鉄の2機、エンジン気動車としては、最初の両運転台車であり、急勾配のローカル専用車両として本州、四国、九州各地で活躍していました。キハ52型は、一部が新型エンジンへ換装と内装の更新改造を施されました。キハ52形は一部が新型エンジンへの換装と内装の更新改造を施されました。盛岡車両センター所属の車両は、外部塗色は白プラス赤帯の塗り分けとし、正面上半部を赤色とした盛岡赤鬼色と俗称される配色で使用されました。JR でキハ20系が活躍した最後の路線は JR 西日本の大糸線でした。国鉄色へと復元され、鉄道ファンに注目され、話題となっていました。ついに、2010年3月に、最後の3両が定期運用を終了しました。そのまま走る姿を見ることは叶わないと思われましたが、その当時は珍しかった公募社長の働きかけにより、いすみ鉄道へキハ52型1両が譲渡されました。その1両は、今も現役で活躍し、ひたちなか海浜鉄道と同様に貴重なキハ20系の生き残りとなっています。
青森県下北半島の下北交通大畑線、地方私鉄路線においても、キハ20系は活躍していました。性能が安定し、長寿命で、故障が少ない、として同型で状態の良い稼働車が、国鉄や JR から地方私鉄へ次々と譲渡されました。寒冷地仕様のキハ22型は、津軽鉄道、江南鉄道、黒石線、下北交通、大畑線に譲渡され、下北交通ではキハ85となりました。現在はすべての車両が老朽化や廃線により廃車となってしまいました。窓を二重窓として保温性を高めています。暖房装置はエンジン冷却水利用の温水暖房として使用しています。床は雪が溶けて濡れた時の滑りに草や、雪靴、雪下駄の滑り止めスパイクへの対策から木張りとされ、さらに断熱材の厚さを増しているのが、寒冷仕様の特徴です。まもなく本気料理口に行きます。本気ではおよそ6分ほど停車いたします。発車までしばらくお待ちください。下北交通大畑線は珍しい特徴がある路線でした。もともとは国鉄路線であった大畑線。赤字により廃止が決まりかけていましたが、バス会社の下北バスが路線を引き受けることとなりました。下北バスには鉄道経営の経験は全くありませんでしたが、バス事業で関係のあった京浜急行電鉄の指導を受け、1984年に社名を下北交通に改称。1985年7月に大畑線の営業を引き継ぎました。しかし、その後も経営は苦しく、結局2001年に廃止されることとなりました。の寿命は25年から40年。使われ方によりだいぶ差があるものの、一定の年数を経ると引退となり、多くの車両が廃車となります。1957年から1966年、1126両と大量の車両が作られたキハ20型。 JR からは2010年に全てが引退し、譲渡された車両が、ひたちなか海浜鉄道と、いすみ鉄道に1両ずつ、計2両のみとなってしまいました。特に1機エンジンのキハ20型ラストナンバー、キハ20-522は貴重な存在となっています。イベント時や検査等によるダイソーくらいでしか走る機会はなくなってしまいました。しかし、公式ホームページにはキハ205の情報が更新されるので、まだまだ乗る機会、撮影する機会を得ることができるものと思います。古き良き昭和の車両に実際に乗車できるとあって、都内から来る特急から乗り継いで来る人も多く見かけるようになりました。日本各地に展開したキハ20系だからこそ、身近に感じていたり、思い出になっているのだと思います。一日でも長くキハ20系が活躍してくれることを願います。最後までご視聴ありがとうございました。